おっす、我々 YouTuber マフィアガチャです。ポケメン師匠のアリチです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は今画面に出てる通りですね。あ、まあちょっと画面タイトル出てないんですけど、こちらですね、ゴシックは魔法とね、さっさと契約しなさいというタイトルになっております。こちらですね、ケイブの縦スクロールシューティングゲームになってるんですけど、はい。で、まあ、ケイブといえば、虫姫とか、あの辺が有名だと思うんですけど、それを手掛けたですね、池田、常木さんですかね、はい、が、監督総指揮さんという作品になっております。じゃあ結構シューティングゲーム有名な人だ。そうですね、かなり、知れた方なので。タイトルからギャルゲーかなって思うけど実は結構これですね、硬派なシューティングゲームになってるんです、さっさと契約してはまあ、とりあえずちょっとクエストのボタンから実際ゲーム進めてみましょうか。 OK、こんな感じですね。キャラクターは自分では5キャラクター、で、フレンドが1ですね。で、戦闘に参加するのは2キャラクターです。で、3人はサポートキャラクターになります。で、移動ですね、基本は。今移動画面になります。で、そうです、そうです、そうです。で、今、めっちゃ勝ってる。それ、やばいですね。これ、これ、障害だったんですか？すげえ難易度なの、これ。僕、実は自分ので、敵の攻撃に渡っちゃダメだし、なんていうんですか、これいわゆるダンパクタイプの、そうですね、もう本当激しいですね。いや、俺これはね、今までまともにクリアできた試しがないです、ダンパクタイプ。で、今主人公の場にサークルがついてるんですけど、そのサークルの中で敵を倒すとスコアが上がっていきます。なので、結構攻めのアクションが必要になってくるんです。マジかよ、すっげえな。おお、でちょっと、いろいろ操作も急がしちゃダメなんですけど、右下のキャラクターがぐるぐるしてると押すと、あ、なんかキャラクターぐるぐるしてると押すと、まるショットを入れ替えるんですよ。あ、今もう強制やられちゃって変わってるんですけど、これやられるとショット変わっちゃうってこと。そうです。で、なんかついてるやつ、あれを壊すと大ダメージになります。なんかそうです、そこはするんですね。爆発するのできないなんです。そうそう、いい感じで、それ以外避ける。うー、忙しいな。おおおやべえよこれボスじゃねえの、これ普通に道中出てきちゃう。たぶん、おお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 お、真ん中の弾が多分当たり判定だよね、弾幕芸的に。そうですね、カッスルぐらいなら多分カッスルは平気だよね、体の羽とか多分問題ないですね。うん、お調子いいぞ。これ他にショットとか打ってないところやめて。本当はキャラが生き残っていれば入れ替えるんですよ。今もう他のキャラクターやられちゃったんで。これ遅い。今何をしました？今はね、左下のアイコンをタップしたんです。スキルです。これスキル使える。キャラクターごとにスキル。やられた？今のは、基本的に、自分のキャラクター2人とフレンドのキャラクター1人がついた3人のキャラクターでショットをこう回していくんですね。で、状況に応じて、一番合うショットを使いながら戦っていくという感じですね。なるほど、分かってきた分かってきた。次はできるはず。よし、大体分かってきた。指でキャラクターが隠れてよくないんで、別のところをタップしながらいいですね。で、今結構そのちょっと前にアップデートがあって、前までは画質が結構、落ち着いてたんです。今よりちょっと荒かったんです。そうです。で、最近のアップデートで高画質版っていうのになって、ピンポイントが出られたっていうのがあって、ちょっとまた、やりやすくなったというか、見栄えが良くなったっていう感じですね。で、まあ、今後もアップデートが予定されていて、まあ、いろんな新機能が随時追加されるようです。で、アプリの情報とかですね、多分ゲームやってる方も詳しくて、そのお知らせっていうところがあるんですけど、まあ、そこ見たら詳しく書いてあるので、すごい、まあ、詳しくはですね、そちらを見てもらいたいなと思います。穴開けないとダメなんですね。それかヤバそうなら多分スキル使うしかないですよね。もうやばい、もうやばい。でこれすげえ、ノーマルでこのレベルなんだ。ハードどうなってるの？慣れてる人とったら全然無理。マジっすか。あとてとてと
あ、今ですね、下のあの、あ、ラブマックスっていうのが発動すると、あの、敵がどんどんやられてくる。ゲージがどんどん溜まってくるんで、勝手に。おーおーおー、これでも、すげえな。キリキしねえ、こんなの。悪魔襲来。どうすか。スキルっぽくなしまくってる。覚醒。どうなったんだ、覚醒すると。何が起きたのか。何が起きたんだ。あの、スキルの詳細みたいなのよくわかんないですね。で、右下に今光ってる、キャラクター光ってるじゃないですか、うん、あれはあの今の状況に適正なキャラクターっていうので、うん、まあ、切り替えながらやってるといい感じ。やったぜ。結構普通に朝クリアしちゃいましたね。ノーマルはなんとかだった。まあ、最初のボスだしね。うん、まあ確かに。まあ今みたいにですね、属性がすごい分かれてたりしてて、属性ごとにこう、なんていうんですか、あの相手の属性によってキャラクターを切り替えたりとか、うん、っていうのも有効だったりしますね。なるほどね。そうなんです。お、なんか親密度やたらとスケベですね。やたらとドスケベな感じ。本来戻ると今このルルルルルルってランキングがあったりするので、うん、まあ、こういうランキングをですね上げたりして、まあ、みんなと競い合っていく。すごいな、今27,000。結構なプレイヤーがいるね。あ、まあ、習慣でしかもアクティブなので、うん、かなりみんなやってる感じですね。いやー、出来のいいシューティングが最近貴重だからさ。確かにこれかなり怖寄りなあれですね。そうだね。それもしかして今キャラタップしてました。キャラのメッセージの吹き出しをタップするとなんか喋る。へー、戦いさなる作品だと思います。うん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 。ちょっと一番のようにめっちゃむずい一番ボス寄ってみますか。今頑張って最初のボスなんとか倒したところに行け、カジタゴ。なんだよ、カジタゴ。その羽の描いた兄ちゃんとカジタゴ。さあ、頑張ろう。なんかこう、あ、切り替えたの、ね、技的にはたくさんの方が。まあ、確かに。フォーミングがついてた方がいいですからね。たぶん、どっかで出てくるお菓子見れてるんだよ。こっちは落ちてる。確かに。あれ、あんまり感じですね。弾幕上手い人は、あ、やばいな、これボスっぽいぞ。これ切り替えたんじゃないですか、ショット。道中の中ボスだろ、どうせ。これ大丈夫ですか。しかもスルースタイルなんです。あ、来た、硬いの来た。このショットいいな。うわ、硬い。しかし硬い。やばいやばいやばい。あー、くそ、ダメだ。よし、間に合わん。まあ、やっぱそれぐらい一点突破系じゃないと多分無理っぽいですね。いいぞ、いい調子だ。赤がない、赤が。あらららら、体開けろ。絶対したもんですね、これね。意外とできてる。お、なんかこれ弱点っぽいぞ、敵。この青い子のいい感じ。多分、うん、6星で拾われてる。しっかり拾われてる。来た、悪魔襲来。私の出番よっていう風にしたいで言ったら言ってるから。いまいちどんな効果があるのかよく分からないっていう。ちゃんと見てないから。多分相性がいいから、植物っぽいし。うん、やばい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 。多分そのキャラクター倒れたら結構やばいと思います。またサウンドがいいですね。痛い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 。あーあー、まずい。いけいけいけ。お、すごい、なんか撃ってくれてるあいつ。たぶん、たぶん。あっ、ゲームオーバー。やべんの、早え。これでもやっぱ、HP とかも上げていかないと、まあ、きついんでしょうね。そうだねー。いやー、でも、結構夢中になるね。確かに、かなり本格的ですよね。なんか、スマホでこんなに綺麗なシューティングが遊べるとはね。確かに。しかも、警部さんやな。かなりハードですね、これ。まあでも、あの序盤のステージとか、まあ僕たち今ノーマルばっかりしたんですけど、うん、あの辺のなんていうんですか、イージーモードとかあったら、うん、結構多分いろんな人が楽しめると思う、うん。今回見れなかったけど、キャラクターとかストーリー性もちょっと気になるな。あ、多分その世界観的なもの、今のですね、スカイマンっていうところをしてもらうと、下の、うん、スカイマンをしてもらうと、スカイマンストーリーっていうのが、ほんとだ、こんなあるので、まあこの辺、まあ各キャラというよりも全体的な物語の話だと思うんですけど。ほんとだ、さそうだ。はい、この辺もね、まあ、見ていただければ楽しめるのかなと。いいね。
まあ、しかも CV の設定があるんですね、ついてるのついてないのがいいみたいですけど、スリーサイズまでご丁寧に、何？スリーサイズまでご丁寧に書いてあるね。岡田美穂さん、加藤レア、という感じになっております。まあ、今回ですね、これがあの今あのフォーゲーマーのですね、日刊スマホっていう、あの毎日デイリーで上げてるスマホゲームを紹介してるのでも、第何回だったかな、これ第ですね、じゃらん、816回目ですね。816回、これいつだろうな、4月21日に掲載されたところですね、こちら載ってたりするので、まあ、そちらもですよね、あの概要とか紹介してるのでぜひご覧ください。どうぞ。はい、ということで梶田さん、これやってみたんですけど、どうでしたかね。そうだね、まあ、シューティング自体やるのはすげえ久しぶりなんだけど、なんか世界観的なものはケーブらしいっつうか、確かに、ケーブさんってもはやシューティング出してるところだと多分トップじゃない、もはや日本の中で代名詞みたいになってますよね。代名詞じゃない、それはまあスマホでもやっぱ本格的なゲーム、おざめじゃない、妥協しないシューティング、端末シューティング入れてきたなと、これはなかなかね、多分ファン層は狭いんだろうけれどもニッチなところですよね。そう、ニッチなところなんだけども、そう、確実に掴んでる気がする、確かに。まあ、かなり多分シューティング好きな人であれば、そうだね、ドハマりすることはあるでしょうね。まあ、世界観的にも割と惹かれるものはあるし、シューティングあんまりやったことなくても、ゴシックな乙女たちがいっぱいいる世界、これも割と好きだね。確かに、なるほど、といった感じになっております。皆さんぜひですね、今あの Android 版、iOS 版両方出ていますので、ぜひぜひ遊んでみてください。はい、はい、ということでまた別の動画で、それではまた、バイビー。